2022年に司法書士試験に1回で合格しました藤原奈穂と申します私が司法書士を目指したきっかけですが私は専業主婦でして娘が1歳になった頃また働きたいと思ったのですが大したスキルや経験もなく小持ちだし再就職は難航しましたこの先どうなるのかと え、将来のことがとても不安になりました。また今は女性も社会で活躍する時代です。娘にとって母親は一番近い同性の存在なのに私はお手本になるどころか悪い例を見せてしまっているようで自信にも持てない自分が情けなくなりました。生き生きと仕事をして自信溢れる母親の 姿を娘に見せたい私も変わりたいと思いましたもともと事務の仕事をしていて特に経理のスキルを積みたいと思って募金の資格を取ったり税理士事務所で働かせてもらったこともありましたが今は AI の発達が目まぐるしいので私がやっていたような、えー、計算するだけの仕事は 近い将来 AI の仕事になってしまうのだろうと考え新しい分野に挑戦することにしました AI ではなく人の力を必要とする仕事で難関資格とインターネットで調べて見つけたのが司法書士でした仕事内容にも魅力を感じました人と関わる仕事をしたいと思っていたからですその中でも 人に寄り添って尽くすような仕事が自分には向いているような気がしました。法律は勉強したくてもどう勉強すればいいのかわからない。だったら自分が時間をかけて努力して得た知識で誰かにアドバイスをしてあげられたり、助けてあげられたらいいな。司法書士は私の求めている職業かもしれないと考えました。家族と相談して、 一年間勉強に集中させてもらえることになったので、絶対一年で合格すると決め、短期合格者を多く輩出している伊藤塾の講座を申し込みました。受講した講座は、えー、入門講座、卓一記述の通れ受かる卓一式記述式などです、えーと。講座の特徴ですが、入門講座は山村講師でした。 テキストだけでも分厚くてどうしようと思ってしまうほどでしたが、山村講師が、例えば皆さんがこういう状況だったときになど、初学者の私でもイメージしやすい例を挙げて説明してくださるので、とてもわかりやすかったです。入門講座は法律に関して全くの初学者が受講する前提で講義が進むので、他者の教材を使ったり、 余計な調べ事をする必要はありません。講義では、ここは重要、ここは気にしなくていいと指摘があるので、メリハリをつけて勉強できます。また、そういった指摘だけでなく、山村講師の話の進め方、声の抑揚などから、自然と重要な論点は記憶に残りやすかったです。反対に、重要でない論点は、重要ではない、 という意味で記憶に残って、無駄に細かい知識を追い求めるようなことはせず、効率よくテキストを攻略できたと思います。伊藤塾にはカウンセリングや質問制度があり、勉強の進め方、授業内容のわからないところ、あとメンタル面の相談もできるようになっています。私もたくさん利用させていただきました。ウェブ受講で、しかも初学者の私が、 本試験で十分戦えるほどになりましたので、授業内容、サポート面は安心なさって大丈夫だと思います。役に立った勉強法ですが、えー、私は伊藤塾の YouTube で合格者メッセージ動画をたくさん見て、先輩合格者が実践された勉強法を真似しました。えー、合格者の方の辿った道を歩むのが、えー、合格への近道だと思ったからです。例えば、 えー、携帯のリマインダー機能を使って隙間時間に暗記テキストを薄く分割して持ち歩くその日勉強した範囲のテキストを見返してからすぐ寝るお風呂で3300銭家事寝かしつけをしながら講義を聞き流す SNS アプリを消す合格するまで友達に会わないなどとにかく真似して 合わないものはやめて、自分に合うものは最後まで続けました。あと、もし時間があれば、伊藤塾の YouTube で、直前期気合入れ必勝講義というものを見ていただきたいです、えー。毎年4月に配信されている無料動画です。私は勉強を始めて割とすぐ8月くらいにその年の必勝講義を見ました。来年の、えー、直前期に入る頃に、 どのレベルに到達していなければならないのか、直前期にはどんな課題が待っているのか、試験当日までに何をしなければならないのか、イメージを持てます。あらかじめ分かっておくと、早い段階で対策を打てます。4月に知って、手遅れ、もっとこうしていればとならないように、ぜひ早いうちに見ててほしいです。合格のために大事なことですが、えー、講師のアドバイスを素直に聞く、 覚えましょうと言われたらすぐに覚えるです。これは多くの合格者たちが、の方たちがやってきたことですが、その姿勢をも真似することが大事だと思っていました。合格者の人がたどった王道から外れても自分が合格できるという気をしていなかったので、日頃から自分が合格者らしき振る舞いができているかを確認していました。 覚えることが多くても、もうとか思うんですけど、ここで妥協したら合格者ではないなぁと、常に自分に言い聞かせていました。講師の指導通りに勉強して、常に短期合格のレールに乗り込もうとすることが大事かなと思います。最後に、本試験当日のことですが、えー、もちろん緊張しましたが、やれることはやったと、晴れやかな気持ちで試験に臨むことができました。 終了の合図があり、ああ終わった。そしてこの一年のことを思い出して、その場で肩が震えるくらい泣きました。その時思ったのは、悔し涙が出なくてよかった。この一年、何よりも勉強を優先して、家族に申し訳なくて、でも絶対やり抜きたくて、がむしゃらに勉強した。もし結果がダメだったとしても、今日のところは胸を張って帰れるなと思いました。 えー、きっとちゃんと頑張れたと自分で思っていたから、ある意味開き直ってリラックスできて、本試験で自分の持っている力を出せたんだと思います。司法書士の受験は長期戦になるので、気持ちが続かない日もあると思います。犠牲にするものがあまりに大きく、プレッシャーで押しつぶされそうになります。また、勉強の方向性を間違えると、合格から遠ざかってしまうのも怖いところです。 来年の本試験で悔いのない戦いをして誇らしい気持ちで家に帰れるように全力でそして正しい努力を積み重ねていってほしいなと思います悩んだ時は伊藤塾のサポートを利用してみてくださいきっと最短ルートで合格へ導いてくれると思います絶対に受かると決めて最後まで頑張ってください